皆様ごきげんよう。宇宙天の川銀河太陽系第三惑星地球日本の東京に住んでいるスイカメです。本日の動画はこちら。スイカメちゃんと影当てゲームの動画だよ。影当てゲームのやり方を説明します。左側に何かが影になっています。この影が右側の丸1、丸2、丸3のどれなのかを当てるゲームとなっております。それでは例題を一緒にやってみましょう。今回はお野菜が並んでいます。この中のどれが影になっているのでしょうか。それでは影の特徴を見てみましょう。葉っぱのところはボリューミーで、実のところは長そうですね。では1から3のどれだと思いますか。はい、正解はこちらの3番の大根でしたね。当たってましたか？このように影の特徴をよく見て正解を当ててみてね。それでは早速やってみましょう。スイカメチャンネル第1問、問題です。左の影は、丸1、丸2、丸3のどれでしょうか？左の影は、丸1、丸2、丸3のどれでしょうか？当ててみてね。正解の発表です。この影は、丸2番のゾウさんでした。はい、丸2番の動物のね、ゾウさんでした。わかりましたか？第2問、問題です。左の影は、丸1、丸2、丸3のどれでしょうか？左の影は、丸1、丸2、丸3のどれでしょうか？わかるかな？正解の発表です。この影は、丸一番の、はい、こちらね、ダンボールでございました。はい、丸一番のダンボールでした。わかったかな？第三問、問題です。左の影は、丸一、丸二、丸三のどれでしょうか？左の影は、丸一、丸二、丸三のどれでしょうか？答えてね。正解の発表です。この影は、丸三番のね、キノコでした。はい、丸三番のキノコでございました。合ってたかな？第4問、問題です。左の影は、丸1、丸2、丸3のどれでしょうか？左の影は、丸1、丸2、丸3のどれでしょうか？当ててみてね。
正解の発表です。この影は、丸2番の梅の花でした。はい。丸2番の梅のね、花でした。わかりましたか？第5問。問題です。左の影は、丸1、丸2、丸3のどれでしょうか？左の影は、丸1、丸2、丸3のどれでしょうか？答えてね。正解の発表です。この影は、丸三番のメロンでした。はい、いろいろありましたね。丸三番のこちらはメロンでございました。わかったかな？スイカメチャンネル。第6問。問題です。左の影は、丸1、丸2、丸三のどれでしょうか？左の影は丸一、丸二、丸三のどれでしょうか？わかるかな？正解の発表です。この影は、丸2番の青いお魚さんでした。はい、こちらは、丸2番の青いお魚さんでした。当たりましたか？第7問。問題です。左の影は、丸1、丸2、丸3のどれでしょうか？左の影は、丸1、丸2、丸3のどれでしょうか？答えてね。正解の発表です。この影は、丸3番のね、紫色の星でした。はい。紫色のお星様でした。はい。丸三番でした。わかったかな？第8問。問題です。左の影は、丸1、丸2、丸3のどれでしょうか？左の影は、丸1、丸2、丸3のどれでしょうか？当ててみてね。正解の発表です。この影は、丸一番の赤とオレンジのしましまのアメちゃんでした。はい、丸一番の赤とオレンジのしましまのアメちゃんでした。合ってたかな？第9問。問題です。左の影は、丸一、丸二、丸三のどれでしょうか？左の影は、丸一、丸二、丸三のどれでしょうか？わかるかな？正解の発表です。この影は、丸二の傘でした。はい、こちらのね、持つところ。ここがね、長い傘でございました。合ってましたか？第10問。問題です。左の影は、丸1、丸2、
丸三のどれでしょうか。左の影は丸一、丸二、丸三のどれでしょうか。答えてね。正解の発表です。この影は丸三番の九龍でした。はい、丸三番の九龍でした。他の一と二とのね、違いは羽と角だよ。全部わかったかな？最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは別の動画でお会いしましょう。バハハーイ。